いですね、はい。車がね、人間はそこあそこの道ロックなんかに車を止めて来れたかもしれない。何も言われないし、そうです、まったりしてる。右から撮ってみたい。あそこの区間だと。
コツボ、はい、それも練習で、あともう一つ、あの東洋館行きの列車が13分遅れてます。あの城崎に入るやつ、はい、でただその今今この音が出たんです。それで15分遅れで木の先に入ってきてる列車があるんですよ。竹野の方から、竹野の方から、そうです。あ、そっちはそれだ、うん、で、え、この通り今出たって出ました、はい、竹野、木の先本線18本線、うん、18本線でもまだ18本発って29本、はい、じゃあ18号か、18号、18号、29本29本、じゃあまず出たらいいんです。じゃあこれ、この、じゃああれかな、じゃあこれ、なんで先生それどことろかっすよ、うん、出てる形になってるんですよね。で、玄武道が今向こうから8分遅れで、あの下りが来るんですよ。なるほど、はい、玄武道、はい、13時11分玄武道、はい、それが8分遅れなんですよ。この間この差で霞ビーチ。あ、そうなんですか。感じだったね、あ、そうですね。
町温泉、豊岡駅15分。この豊岡駅の前に、この豊岡駅の後で来る。うん、じゃないと本来だったらこの豊岡駅が先行してるはず。はい。もうちょうど今出る時間なんですよ。あの成和が。ああ、そうですね。でもそれは出ない。出ない。それは出ない。そう、なとりあえず出ない。その普通が先に行かないと。うん、普通が先に行かせんのか。うん、普通だったら5分なの。13時5分発。うん。でその普通は。こっちが来ないから出れない。こっち先行って普通が出て、でじゃあカナダ来るってことで、その後何輪がカナダ来るってこと。でその後この辺というか、この辺りが29分かなと思うので、その間に何が入れる、うん、だから続行で来るんじゃないかな。でもいずれにしようこっちから行かない。標識がすぐそこですからね。てっきりこの辺来ないとばっかりですから。現場8分遅れですね。もう出てる。まだ出てます。なんか見てる。先温泉普通が止まってるでしょ。止まってます。15分近代劇やったことありますか。シノーケルか。シノーケル、表面あれしてるんだったらいいけど、潜るのがきつい。なかなかしんどいあれ。あの、そこで、宮古で。すごく現実で出てるんだけども、全然なんか、雰囲気がない。これどういう意味なんだろう。こっちとこっちと位置が違う。ねえ、そうそうそう。私も一緒だったんですよ。本当だ。
あ、現場だ。向こうだな。こっち両方ともなんか、本当だ。立ってる。こっちがさっき。あ、来た。